井博宗ということで楽しみましょうね。皆さん4月4日は幸せの日です。ハッピーヒロムデー。うおー、ヒロム君の誕生日俺100万円ぐらい見せるわ。うわ、おー、きれい、きれい、かわいい、めっちゃ美味しい。いいですね。はい、できました。これはこれスペイン語の誕生日おめでとう。天才ちゃん、君には負けるよ。お互いを認め合おう。いい、アンパー飛んできてた。いいっすね、京さん。京さん素晴らしい。からの、あ、でも綺麗綺麗。お、すごい、いいよ。城が立った。城が。あ、いいっすね。おー、いいね。あー、わーわー、完璧や、完璧やこれ。素晴らしい。本当に知ってるタイプ。もちろん。こんな俺らの学校だから知ってるに決まってんだろ。大変だよ。設定に忠実だった。行くで。うん。うまいじゃん。うまいじゃん。写真撮った。あ、押してた。疲れちゃったね。おお、エモい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 。おお、あら、いいね。おお、いい。いい写真だ。おお。行ってないの？俺らだけな。俺らだけエモい写真撮っちゃいました。そうなんだ。めっちゃ撮ってる。めっちゃ撮ったよ。時間稼ぎありがとうございます。いいよ、座ってください。嬉しい。何も思ってないです。すごい。じゃあ皆さんお手を拝借。違いますね。合わせていただいて、はい、合わせていただいて、はい、いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。作ってくれたんだよね。まずそこからだよね。めっちゃすごいわこれ。ちなみにクリーム誰がやったっけ。俺とヒロミ君が2人でやった。いいね。さすがだね。あのこれもね、うまいね。豪快だね。うわ、プリンやん。大きい口で、あ、かわいい。めちゃめちゃうまい。すげえ、洞窟できてるやん。洞窟できた。洞窟できた。洞窟ミシミシミシにして。山君何歳になりましたか。23歳です。おお。今年の抱負言っちゃっていいですか。抱負か。
アリエナ全員がストレスなく楽しく一年を過ごせることがめっちゃいいですね。めっちゃストレス抱えてるグループ全然ノーストレスだからね、今も。そう、楽しい一年にしたい、とにかく。あの幸せだなって、あの、リアルタイムで感じられる一年にしたいね。充実した一年に。それそれ。しましょう。そうしよう。ちなみに今幸せです。ありがとう。ありがとうございます。装飾してる時めっちゃ楽しかったもん。なんか多分女子高生とか卒業する時にさ、めっちゃするみたいな感じです。いや、ほんと、まず全部見たいもん。ヒロムの家って何？あ、これがチョコった。かわいい。嬉しい。なんか席順変わってるやん。お、確かに確かに。俺ら変わってないけど。バレンタインの時で、そう、俺がなんかリヒロムの関係を突っ込んだことによって、これをなんかスタッフさんの嫌がらせなんですよ。リヒロム西みたいな。はいはい。だからなんかさっきボソってボソって聞いて、なんか。三角関係っぽいんで。なんか、でもヒロトもヒロムくんも俺にくれたもんね。ミットがモテモテってことミットが本来なら真ん中ってことか。ああ、そういうことだ。いや、あれやろ、だからそこ手つないでるように見せかけて後ろで西くんとリヒトが手つないでる。やだー。実はね、あるある実後ろから見たらバチバチ。いや、もう今日はね、俺もヒロムくん、ヒロムくん、ヒロムなんかリヒトの方がちょっとヒロムくん、ヒロムくん。はい、ということで、今回も恒例のバースデー企画やります。やったー。おめでたい誕生日ということで、特別に僕たちがヒロムのお願い事を。わー、お願い事2つ紙に書いてください。はい、今回も誰が、ね、当たるか分かんないので、はい、こちらの箱からいきたいと思います。わ、はい、当たりてえ、俺も5投目と西少々、西少々。はい、この箱にヒロム以外のメンバーの名前が入っています。はい、名前を引かれたメンバーがその願いを叶えます。はい、はい、今回はすぐに叶えられる願いを一つ、はい、と、今すぐは叶えられないけどいつか叶えてもらいたいお願いを一つの二つね。はい、ヒロム書いてもらいたいと思います。はい、じゃあ、はい、この願いはだって何でもいいもんね。そうだよ。これちなみに過去の10月とかのヒトラのってあれやってるんです。その話するか、その話するか、伝説の。でも俺あれで話林のやつあったじゃん、うん、はいはい、ヒロム作ってくれた。作ってくれて、ヒロムの部屋行って食べた。そう、しかもその時林のやつだけじゃないで、あのサーモンのカルパッチョも作ってくれて、めっちゃうまかったです。カルパッチョ、カルパ、そう、いい、作った作った。リヒトの T シャツは作ったんですか、ヒロト君。えT シャツの件は。そうですよ。それは今作ってるよ。練に練ってますよね。練りに練ってる。こだわりにこうもう生地から作ってる。結構じゃあかかってるんですね、時間がね。今いろんなところには地方、いろんな地方に飛び回って聞いてるから、ね、そうなんだ、聞いてるんだ。そうですよ、こだわり生地がいいですか。いや、もうそこの生地買い取らせていただこうかなとか思ったり。大事大事、できるの1枚でしょ、でもできる。はい、11人分でしょ。欲しいな、でもできる。欲しい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 。ごめん、いくらじゃん。俺誕生日、俺の意味で何便乗してんだよな。T シャツ作ったらさ、なんか練習着とかでよく着るじゃん。あ、それでさ、やっぱ着たいじゃん、練習着。確かに、そうそうそう、わかる。たくみんは、あの、デートのデートはね、そうや、まだだよね、まだ。でも行こうとはしてくれてる。まだまだ、あ、計画は立ててんだ。そう、考えてるよ。前向きには考えてる。前向きに検討してくれてる。ね、僕もヒロト君にまだ連れてってもらってないんでね。あ、焼肉。あ、ジュージュー。俺やることいっぱいあんな。確かに。はい、書きました。書きました。書きました。整いました。整いました。整いました。ということで、じゃあまずはすぐに叶えられるお願い事をまず発表してもらいます。発表お願いします。はい、僕が今すぐ叶えてほしいお願いは、はい、こちらです。
はい、俺とやりたいことを3つ。1つじゃないよ。まあまあまあ、何を発表することを教えてほしい。ああ発表ね。逆に、そういうこと。逆に、そうそうそう、言いたい、はいはいはい、教えるわ。やりたいこと言いたいね。そう、はい、言われたら、言われたら、どうすんの。言われたら、言われたら喜ぶ。あ、ちょっと喜んでます。やってくれよ。すごい嬉しくなるから、あの、あ、そういうことを俺としたいと思ってくれてるんだと思って嬉しくなるから、もうやっちゃう。こっちがじゃあお願い言えるわけだ。確かに確かに、ね、確かに。何でもできちゃうんだよね。100万くれ、100万くれ、100万くれ。違う違う違う、やりたいこと、俺一緒にやりたいこと、一緒に100万、200万くれ。いいですか、引いて。西少々使う。いきます。じゃん、松田来い、松田来い。誰でしょう。松田選んだもん。シュウ・フェンファン。だから割と確率低いよ。そう、マジで、マジで前回、前々回も引かれなかったから。そうだね、そうだよね。やっと来たよ。いやーやったって。すげえマニアックなお願いします。3つだからね。3つですよ、ヒロム君。まず1つ目は、いっちゃっていっちゃって、ヒロムの家族に挨拶しに行く。おー、お付き合いしてる。これは、一回、あの、ヒロムの多分家族が来てくれて、うん、で、俺がその時ちょ、あの、寝てて、俺に会いたかってたみたいな、うん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 、教えてくれたから、あの、今度は、あの、ちゃんとね、そう、ちゃんと挨拶してくれたなって。なるほどね、はいはいはい、いつでも、東京だし、うちの親も、なんかメンバーいつでも呼んできなよって言ってるから。いいね、行きましょうよ。いいですね。次のオフみんなで行こう。みんなで行きましょう。みんなで。あと2つ、はい、2つ贅沢ですね、これ。じゃあ2つ目、はい、ヒロムと一緒に釣りしに行きたい。釣り。おー、いいね。いい、なんか渋いね、なんかいい。いや、なんか魚に詳しそうだし、うん、なるね、釣った瞬間に、あ、これはこれ、何々で。ここが美味なんだよ。で、釣りして、その場で焼いたりして食べる。川釣りとかでもいいんじゃない。あ、全然やりたい。いいね。やりたい。なんか、立場逆なってない、ちょっと。確かに、確かに。長期的なやつ、めっちゃもらってる。確かに、長期的なやつ。長期的なやつ。でも、プランはできたよ。挨拶行って、釣り行くっていう。確かに。1個今できるの、なんか、みたいな。今できるの。ラスト、ヒロムを、姫抱っこする。おぉ、姫抱っこ。おぉ、はい、せーの、よー、おー、チャゲチャゲ、よいしょー、めっちゃいい、よいしょ、はい、ありがとう、ありがとう。どうだった、乗り心地は。乗り心地最高した。おー、最高した。最高。ということで、次行きますか。もう一つの、もう一つ、もう一つ。さあ、次何でしょうか。長期的な、ここがね、本命だからね。本命、本命だよね。じゃあ、僕がすぐには叶えられないけど、いつか叶えてほしいお願いはこちらです。はい、日帰りでございます。いいね、いいね、沖縄連れてったるってね。日帰りで、日帰り。ちなみに、あの、朝5時発です。全然いい、全然いい。これマジで行きたい。行きたいね。本気で、本気で行きたい。どこでもいいから、もう電車乗って、まあ、バスでもいいし、もう本当にいろんなとこ回ってみたいな。いいですね。そう、もうプラン立てて。いいね。どういう系、自然系かとか。何でもいい。普通。プランはもう当たった人が全部組む。そう、いや、一緒に、一緒に組みたい。全任せはちょっと心配。違う違う、そういうことじゃない。そういうことじゃない、そういうことじゃない。一緒に行きたいところに行きたい。なるほどね。さて、誰が、誰が。うわぁ、年力がすごい。うぅぅ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 
リシン。巨人になってる。巨人より城之内だった。巨人になってた。ふくふく焼けにくいって旅行行ってる。俺の休み全部それで行ってる。ちなみにどこ行くとか。どこだろうね。鹿児島じゃなくても全然いい。確かにね。どこ行きます。いやでも俺結構アクティブなことが好きだから旅行行ったりとか。俺あれしたい。俺森で、あのジャングル。あーありやタガノスタガノスチップみたいな。そうそうそう、はいはいはい、山登り系とかもね。山登り系なんかもうタラッタラッタラッタラ喋りながら自然をこう味わって。じゃあ Vlog 回してみたいな。 Vlog やっていい。いいかも。川下りとか。川下りいいね。川下りね。あそっち。あんな激しいやつ。あれマジ死ぬからね。あれ落ちたことあるけどマジ死ぬからね。落ちたことあるか。そういうなんかちょっと自然でアクティブなことしたいよ ね、 いいね。やりたいっす。まあリヒトも来たかったら来てもいいよ。逆にいかん。逆にいかん。プライベートで行けばいいのね。そういうこと。確かにそういうことだ。全然そう。さっきもね、あの話もあったけど、長期的なお願い、ちゃんと動画回してくださいね。はい。残してもらってね。もう自分でカメラで撮ったらいいんだもん。じゃないかな。多分そういうことで、ね。それいいなら全然やりますよ、ね。じゃあヒロム君もう一回林ライス作りましょう。あ、全然。そう、俺ね撮ったの。ちょっと撮ったの。あ、そうね。写真とかも撮ったんだけど、俺の部屋がね汚すぎて見せられる感じじゃなかったから。そうそうそう。もう一回作る。もう一回やった。オッケー。じゃあその時また僕も読んでください。あ、全然。全然いいよ。うん、多分ミニのみんなもね待ってると思う。そうだよね。報告を、あの報告してください。あの実行したら。はい。はい。はい、お願いします。はい、今日は、4月生まれのヒロムのバースデー企画ということでしたが、どうでしたか、ヒロムさん。いや、もう、まあ、なんといってもやっぱ唯一の春生まれですから。え、そうですね。そう、一人っていいよね。この一人でちょっとみんなが祝ってくれるのめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、なんかもうすごいみんなより得した気分です。全然分かんなかったです。本当にありがとうございました。イエーイ。ありがとう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 。23歳。ちょっと感動してくるな。ちなみに次の誕生日が手挙げて6月生まれ。6か。お、6月。ヒロトだ。1日。3日。お、12日。お、14。おい、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 近いよ。次回のバースデー企画もお楽しみに。以上、アイデアでした。バイバイ。バイバイ。ありがとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。23歳。これと生まれましたよ。うわ、こんな日中とかに出すことないよ。決めた。おいしい。プリンじゃん。プリンだ。プリン。なんか食べたことある。イチゴ甘い。イチゴ、イチゴ持ってんの？持ってる。なんだ。え、でもなかった俺ら。え？え？食べる？一個食べて、一個食べて。全然。大丈夫ない。こっちがすぐもう平気な感じ。超面白かった。うん。プリン久しぶりに食べるな。うまいっすか。懐かしい。